はい、こんにちは。はい。今日は兄弟の2002年後期理系6問ですね。こちらをやっていこうと思います。問題はこちらになります。はい。じゃあちょっと早速解いていこうかなと思うんですけども。はい。うん。じゃあちょっと早速やっていこうと思いますけどね。うん。これは筋肉問題ですね。筋肉問題。うん。まあ 入試問題的にはですね、もうただただ筋肉を使うときの問題ですね。じゃあ早速行ってみましょうか。うんと。はい。まあこのようにね、まあここを加方定理で、まあとりあえずばらして、で、積分の変数に関係ないところっていうのを全部外に出していけばいいですね。はい。えっ、ー、と、じゃあ、そうですね。これあの、この sin x とか c o s ン x とか積分関係ないんでこう分けて、積分の加方性うん線形性ですかね。使ってこうばらしてやると。 うん。ええー、と、いうことで、そしたらこれってただの数なんで、そうですよね。うん、別に、ただの数ですね。だからなんか A とか B とか置けばいいんじゃないですかね。うんと、A として、まあちょっとめんどくさいんで、えー、A と置くと。えー、っと、そしてこの人を B と置くと。そうするとですね、まあこれは Fx、えー、プラス、えっ、ー、と、A 倍の sin x、えー うん、まあ、これ A、B って置いたらこうなりますね。えっ、ー、と、よって、まあこうなりますね。うん。左辺と右辺。まあこれね。うん。これイコール X プラス1。これイコール X プラス1。ですから、まあこうなると。であとはまあ、ここにこの F をそれぞれ入れて、まあ A イコールこれに F を入れて計算する。B イコールこれに F を入れて計算するっていうのをやるだけなんですけど、 ええ、ねえ、まあ、超スーパーウルトラミラクルボンバーめんどくさいわけですよ、それはね。うん、まあ、ちょっと頑張るしかないですね。マイナスパイ分の2。ねまあ、簡単だし、ねまあ、頭使うとかほんとないんですけど、まあ、でも、なんだろう。うん、なんとか解き切らないといけないですね。これ、ただの計算問題なんでね、やっぱちょっと答え合ってないと、やっぱ、具合悪いですね。うーん。 はい。ちょっと無駄話しながらサクサク書いちゃったんですけど、えっと、これ、偶関数に、あ、じゃ奇関数になってて、掛け算すると。で、これ、偶関数なんですよ、こうかけると。で、これ、奇関数ですね。あ、ちゃうわ、偶、偶関数。ちゃう、奇関数ですね。奇関数。こいつ偶関数で、こいつ奇関数ですから、偶かける、奇で、奇関数。この人は、えっと、偶関数ですから、えっと、偶関数だけ残るんですね。奇関数はこの積分区間だとゼだけ相殺されて消えちゃいますんで、 なので、えっ、ー、と、なんだ。偶関数だけ残して、で、積分区間も0から 2, 2分の π にして2倍って書き換えておきますね。そうすると、うんと、これがですね、まあ、π 分の2で、うんと、まあ、どうしようか。まあ、b かける2倍残す事情 y。2倍残す事情 y っていうのはね、あれですね。 えっと、なんか、倍角の公式。使って。で、この人っていうのはコ、コうんなんだえっ、ー、と、うーんー、コス 2y 足す1かな。で、b 倍の。えっ、ー、と、そうすると、はい。これ、積分してやればよくでえっ、ー、と、2分の sin2y 足す y, y ですか。えっ、ー、と、π over ーー2。 プラス、ここは2か。ということで、これ計算するとですね、こう入れると、まあ0。で、こっち入れても0なんでね、この2分の π だけ残りますね。2分の πb プラ2かな。で、こいつを丸1。いいんだよね。丸1使ってないですね。ちょっとここにページ目なんで2って書いておきましょうか。で、次。 えっと、B の方ですね。うんもう超スーパーアウルトラ悲しいっすねうん。ですね。まあ、でもある程度工夫して、まあだからね、こんな、まあちょっとしょぼい工夫ですけど、この空間数とか期関数とかもそんなこんな見たらすぐ気づいちゃうことなんて、工夫と言えるレベルではないんですけども、なんかアホみたいにこれをゴリゴリ一個ずつ計算したらもうちょっとそれは <laughs>、 それはね、<laughs> ダメですけど。えっ、ー、と、これ計算すると偶関数で残る。うん。これ計算すると、うーんと、奇関数ですね。これ計算すると偶関数。これ計算すると奇関数ですから、ここが2つ残るかな。えー、ということで、マイナス AY のサイン次乗 Y。ね、こうやってなんか偶関数、奇関数で残る場所を考えていくときでも、 あのね、ちょっと油断して、えー、っと、こけてしまうと、いか全滅というね、すごい仕打ちが待ってるわけです。えー、っと。まあ、ただの計算問題だからこそ、ですよね。はい。うん、こうですかね、うん。ここまででミスってたらちょっともう悲惨なことになりますけど、あと、ここかなこれは、 えっと、さっきの、まあ、これをこれに変形したのと同じですね。同じで、えっと、コス 2y-1 かな。今度は。2y と。プラス、これは部分積分ですね。部分積分で、こいつをマイナスコス y と思って計算すればいいんですけど、うんと、どうなるかというと、まあ、ちょっと一応書こうか。 ま、こっち側こっち側はもう成敗できますね。サインの 2Y。はい。まあ、こうなりますかね、うん。ここは部分積分でこうです。はい。ということで、うん、はい。じゃあこれを、ね、この A イコール。まあ、ちょっと最後だからまあ B イコールってちゃんと書いて A イコールってやっときましょうか。これとこれを連立すると。 はい。じゃあ、ちょっとこれとこれね、連立して、えっ、ー、と、丸一丸二より、ま、あ対象で、こう、綺麗っちゃ綺麗かもしれないですけどね、もう、うん。まあ、ということでね、あとはもう、こう、書けばおしまいということですね。えっ、ー、と、八引8-4杯か。八引8-4杯。はい。 ということですね。あもうとにかく、えー、しんどいだけの問題でしたけれどもね。まあこういうのを頑張ってゴリゴリ解くしかないということですね。うん、まあ、出された以上は文句を言わずやりましょうという、そういう話ですかね。<laughs> えー、よくわかんないです。うん。まあ、ね、嫌いなものが出てきてもちゃんとご飯は全部食べましょうとそういう話ですね、うん。ちょっとよくわかんないですけど。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょうど、 今日はこれで随分筋肉がもきもき鍛えられたんじゃないかと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、これで終わりたいと思います。はい。ぜひですね、これよろしくお願いします。あ,あとチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。はい。お疲れ様でした。